こんにちは体三です。今回の動画もねあの音声がねまた取れてなかったので音声が取れてなかったっていうかまあぐだぐだだったんで、えー、またねこうやって私が解説していこうかなと思います。今このねふとふ 太ももの場所、今押さえている場所ここっていうのは、えー、ここの筋肉が硬くなってしまうとどうしても、えー、腰痛とか膝痛とかの原因になる場所なんですねなのでね立ち仕事とか、まあ、立ち仕事の人じゃない、えー、座り仕事あと運転をされる方なんかはねこの右のね、えー、ハムストリングがねガチガチに硬くなる人が結構多いんですよねなのでねここをしっかりね押さえてあげるとかなり快適に えー、体が動くようになったりとかします特にねあのトラックのね乗り降りする人とかってねどうしてねこの場所がね硬くなってしまうんですよなのでね激痛ですで激痛なんだけどもそれがね解放されるとねすんごいあの腰痛とかが楽になります長距離トラックの運転手の人ってねやっぱりねここがねガチガチに硬くなりやすいんですよねまあ仕方がないまあそればっかりはね仕方ないんですけどね仕事ですからねであとね、えー、ダンスする人とか でも踊りをする人とかもね結構ね右を回転をしてえずっと同じ場所になったりとかするのでこの辺が硬くなったりとかしますであとねここってねマッサージガンとかでもねやりにくい場所ですできたらねご家族とかがおられるのであればここをね踏んでもらうだけでもねかなりね腰痛がね改善したりとかねあの足のねき、えー、何体全体がね楽になってくれたりとかもしますから是非やってあげたら やってもららえたらなと思いますでここをね今ね僕ねガン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 このね太い指で押さえてますけどやっぱりここをねしっかり筋肉を緩めてあげると、えー、全然ね足の、えー、体の疲れっていうのが取れていってくれたりとかするんですよね。でどうしてもね私もね最近ここね、えー、これねもう,もう他の人にも言ってますから足の筋肉っていうのは、えー、大腿直筋前。 足の前の方の前方筋肉ですねで内側後筋肉と内側の筋肉ね外側後筋肉と後ろ側の、えー、ハムストリングがこの4つの方向の筋肉をすべて緩めてあげるとやはりね全身的にね筋肉体が緩んでくれますで他のね、えー、チャンネルなんかさんかさんとかでもやってると思うんですけどもこの4つの筋肉をしっかりと緩めてあげることがまあ、あの施術の効率の 効率、施術の効率じゃない結果ですねがしっかり出てくるっていう最近考えるようになってます昔はね背中だけ緩めときゃいいなんてね思ってた時期もあったんですけれども今はね太ももだけ、えー、ふ太ももをしっかり緩めてあげるっていうのが私のもん絶生態 MAX2 のね、えーえー、一番の要因になったりとかしてますだですのでこのふ太も、えー、この、えー、大体直筋の ね、ハムストリングをしっかりと緩めてあげることですよね。でこれがね、えー、かなり効率的ですねで。このハムストリングと、えー、最近のネ、ね、モンズ整態の傾向では、ハムストリングと内側。抗筋と外側抗筋と、えー、大腿、えー、直筋。このね、四つの筋肉をね、しっかり緩めてあげるとね。本当に劇的にね、腰痛がね、改善します。 あの騙されたと思って、えー、受けてみてで最初はね大体、えー、外側抗菌がね緩めるのにねギャーギャーみんな言ってたんですようち,うちのお客さんたちがそれが最近ではギャーギャー言わなくなくってきてきますねで大体直外側の筋肉をしっかりと緩めてると本当にね「あれあ先生調子いいです」っていう人ね結構今多いですねやっぱり。 本当かよ先生それ文字嘘言ってんじゃねえか」なんて思われたりとかもさしますけれども本当に足の筋肉とかをしっかり緩めてあげるとね全身の、ね、効率がね良くなりますいや本当なんですって、えー、まあまああのねこれ見てねせ先生そんなこと言ってるけど本当なんですかみたいなね思われるかもしれませんけれども本当ですからぜひねあの 自分でもやられてみてください。あのやってみた系の動画とかも作ってますけれども、あれでね気になる人がねあればね自分でねやってみてください。足の筋肉全部外側股筋内側股筋大腿直筋ハムストリングこのね四つの筋肉をしっかり緩めてあげるようにするだけで全然結果的に。 効果が変わりますからぜひやってみてみください、まあ、ね今ねなんかちょっと違うことやってたりとかしますけれども本当にね筋肉をねしっかり緩めてあげると、ね、効果的なんですでここのねえ大腿直筋え、まあね、今ハムストリングかハムストリングをしっかり緩めてあげるだけでも本当に変わるんですよねでハムストリング筋ハムストリングをグイ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 と押さえていくとやっぱりね腰痛え座骨神経痛なんかもしっかり取れたりとかしますかね 足のむくみとかあやっぱりね体の疲れなんかもしっかり取れていってくれますからえ本当にねそのねところをね緩みえま,ませていくことですよねあの本当に最近はそういうふうに感じていますねで、えー、今までだったら「理状筋アタックだ」とか言って「理状筋だけをしっかり攻めてたんですけれども今は外側抗筋内側抗筋だいたい、えー、ハムストリングですねここをねアタックすること多いですね。で、 これをがね。いや本当にね。何回も同じ話になるんですけれども、も、えー、うちのお客さん本当にね。痛がらなくなってます。まあ、痛いんですよ。痛いんですけれども、痛さが先生3ヶ月ごとに来てたら全然痛みが増しです。っていう風な方が本当に増えてます。<laughs> ですので、あのね。うちに来られてる方は3ヶ月に1回大体来られ。ます。 まあ、あの来られなくなる方もおられますけれども、まあ、まあまあそれはそれでいいんです私は来たい人だけやるっていうね、えー、スタンスでやってますからいいんですけれどもまあ,あのとりあえずねここをね緩めてあげると効果的ですからやってみてください皆さんもねぜもしねじご自身でされる場合でしたらあ足のだ,だるさを取るのであったら、まあまあ、前回の動画でも言ってますけども足を温めることですよね 足を温めるには何をすればいいのかもう冬場であればやはりタイツを履いてもらうで職場がずっと冷房が効いてて夏場でも寒いとかいう方でもタイツを履いてあげる足元を温めてあげるなんてねことをしてあげてもいいんじゃないかなって思いますちなみに私これね動画作ってるまま、えー、10月なんですけども2022年の10月なんですけども膝掛けに 膝掛けの毛布と、えっと、お尻のヒーターをつけながら、えー、この動画をね、えー、ひと一人でーーあの何喋 <laughs> り,り倒して作ってるんですけれどもですからね、まあ、しっかり足元を温めてあげるとやっぱりね体調良くなりますから是非やってみてくださいわ、えー、もしねそれだけでもねまだまだ足らないっていう人はねお尻の部分にね春回路を貼ってあげるとね、えー、結構ね なんていうのが全身が暖かくなります。これね、私のブログなんかでも書いてたりとかするんですけど。お尻に貼る回路。これを貼るだけでね、冬場なんかだったらね、劇的にね、腰痛が改善したりします。ですので、ね、皆さんね、あの腰痛がなかなか取れないとかいう人はね、後ろポケットのあたりにね。左右一枚ずつね、貼る回路を貼ってあげると、それだけでね、劇的に暖かくなりますから。で、と、あと何。 あの腰痛が改善したりとかしますからそれもねやっていただければななんて思ったりします。あであとねそうですね最近の人で、えー、そうですねなんか思い当たることあるかな足足のことに関してはやっぱ足はやっぱりあとは、まあ、これも私も何回も言ってますけども湯船に浸かることですよねめんどくさいけれどもね時間がある時にね湯船にしっかりあ入ってください。で 入れないという方は、まあ、当店の門、ね、絶生態水つのぶに来ていただけるか、まあ、近くのね骨院、えー、さんなんかでも行って、ね、体を癒してくださいもし来れる方は奈良にある門絶、えー、生態水つのぶもしくはね最近ね門絶生態を名乗ってる人と結構いっぱいいますその方々だったらまあまあそれなりに効果があるんじゃないかなと思いますからそちらで、えー、お近くの方はそれを受けていただくでまあ,あ,の、ね、あの奈良まで行ってやろうっていう 既得の方はうちに来ていただいて本当に痛めつけれられるのを楽しみにしてくださいで今からねまたね、えー、腰の痛みがはは腰痛の,、うん、じゃいお尻の筋肉が硬くなりますよみたいなことをやるんですけどもちょうどね切りがいいところなのでこの辺で終わります以上もん絶生体三つのでしたまたねバイバイ